はいどうも、ジェイです。マリオカード DS パート21やっていきましょう。さあ今回もミラーノグランプリ進めていきたいと思います。さあ前回はヨッシーでコーラカップをクリアしたということで、今回はバナナカップですね。じゃあ今回はじゃあカロンでいきましょう。ちょっとカロンがねとりあえず強いということが分かったので、もう今回はなんとか頑張りたいと思います。よし、ということで今回はバナナカップですね。この4コースを走りたいと思います。じゃあ早速、まずはスーパーファミコンドーナツ平野1からですね。ここは加速アイテム曲がりやすさが結構いいキャラなので、なんとかオール1位を目指したいと思います。でもいけるかな、これ正直問題なのはね64のコースなんだよな。まあでもなんとか頑張りますよ。はい、こう来て。待て。いける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 。いけるのかな、これって。わあ、やっぱり高低差がないって考えるとちょっとあれだな、これは。はい。いいよ。待て、ワリオが強えな。待て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 。でもこういうのはあんまり当たらない。わーい。ここでサンダーが来るんかい。はい。じゃあ、スーファミのコースってそんなに時間かからないんだよな。待て、ここでゲストか。まあ、でもなんとかいけるでしょう、これは。さあ、ファイナルラップ突入。危ねえ、危ねえ。やべえな、この状況は。いけるかな、これって。はい。なんとか、いけるよ、これは。はい。ワリオが今曲がり始めようとしているところだったわ。オッケー。ということで、ナイス1位。はい。まずは10ポイントですね。わー、2周目で30秒以上かかってんな。なんで？はい、次。ラッピスノーランド。64のコース来ちゃー。待って、ミラーとなるとこれ余計分かりづらくなるなー、これって。よし、行くぞ。いけるかな、これ本当に。行きまーす。オッケー。待て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 。オッケー、いいよ。待て、行って。あいつ、甲羅かよ。わー、ロボットが。キラーを使っていた。まずい状況だな。オッケー。あ、これは確か、あれだったっけ ?BGM が、なんだっけ、シャーベットランドだったっけ。いや、わかってないな。でも Wii でリメイクされたあそこの BGM と一緒なんだよね。待て。ちょっと、こんな時にクーパー追い抜くな。ヨッシーが赤コーラ持ってたの分かってたんだから。待て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 。まずいな、この状況。やべえ。どういうこと？待って、こいつ押してくるな。はぁ？どういうことやねん。待て待て、落ち着け。オッケー。危ねえ、危ねえ。はい。ご愁傷様です。うわ、あいつ盗んできやがった。なんで？いいアイテム盗むな、キノピオ。辛すぎる。待て。あいつ赤コーラ持ってるのを確認したから。オッケー。ここは完全に防ぐ。さあ、ラスト1周だよ。危ない、危ない、危ない。まずアイテム取れなかったって。あ、まあ、ワリオ、トリプルバナナでよかったな。はい。もうちょいでゴールだよ。いや、まだまだか。わあ、そのサンダーのせいだか。雪だるまも、下がるんだね。ちょっとー。追いつかれるな、このままでは。
でも結構余裕か、この状況は。まあまあまあ、さすがにもう来ないでしょ。待て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 。オッケー、ナイス、1、ゴール。はい。うまいわ。オッケー。なんとか64のコース突破です。はい、じゃあ次行きましょう。次は、ゲームボーイアドバンス、クッパキャッスル2。さあ、GBA ですよ。ゲームボーイアドバンスのクッパキャッスル。行きますか。行くぜー。いけるかな、これ。うわー、待って。なんかいきなり悪い意地が追い上げてきてんな。オッケー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 。まずいな、これ。はい。オッケー。強すぎる悪いよな、とか。いて。やべえな。いって。やべえな。オッケー、アイテムだ。わあ、月相はいらねえ。意味ねえもん、これ。しかもあいつダッシュボードで、隅取りやがったよ。いけ。どっちか当たれ。当たらないなあ。わ、こんなところにダッシュボードがあったか。オッケー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 。なんとかクッパを追い抜いて、待て、ミラーだからよくわかっておりませぬー。はい。待て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 。どういうルートをしているのかが全くわかりません。あぶねあぶね。うわあぶねえ。くー。でもいけるんじゃない？これは。オッケー。さあ、ファイナルラップ突入。ちょっとここはキープしておきたいかな。だって今 L ボタン押してないからね、今。だってもともとこれトリプルキノコだもん。トリプルキノコじゃねえ、トリプルバナナだ。わあ、実際アイテム。わーい、バナナ2本ばらまいた。わあ、ジャンプアクションがないとこれ本当に不便なんだな、これって。あー、アイテム取れなかったー。なんか2位がキノピオなんだけど、よく見たらなんか意外。ワリオが、そしてわー、なんか羨ま、キノピオさっきまで0ポイントだったんかい。なんか追い上げられたんだな。8位8位2位まで来られるのなんかやば。はい、ラスト、ゲームキューブベビーパーク。まあ俺常に試作面も見れてるんで、ごめんなさい。これ毎回言ってますね。俺には、まあ皆さんにとっては、上画面しか映してませんが。よし、行くぜ。ベビーパーク。ここは5周でゴールですよ。行け行け。なんで俺行くの？悪いじゃん？ちょっと。行け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 。でもここあんまり周回遅れとか出ないんだよな。待て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 。いけ。うわ、食らわないんかー。やべえ。オッケー、ナイスー。なんとかあいつに食らわせたぞ。ここでゲッソー、キノピオが使ってきたね。さあ、ラスト1周。ちょっと待て、ふざけんな。待て、わあ。まあ、サンダー食らってくれて、大野にありがとうございます。はい、1分023。うまくいけば1分かからないけどな。よし。ちなみに、もう本当にこうなったわ。ごめんなさい、ちょっとボタン押しちゃいました。はい。ということで、これでミラーのバナーカップクリアですね。そして今回はオール1位です。よう一発でいけたな、これ。はい。だってもう 150cc の時は俺もう何回もやったから、オール1位取るために。はい、ということで、
カロン無事に1位を取れました。ナイス。今回は星2つなんだね。そして下画面を見るとこんな感じ。一番時間がかかるのがフラペスノーランドですね。よし、じゃあとりあえず今回はこれぐらいで終わりたいと思います。じゃあ次回ですね。じゃあ次回はこの葉カップの方をやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。